どこですか。鬼。いや鬼は鬼、鬼ですけど。いやめっちゃかっこいいですねこれ壁。ねかっこいいね。そう。でもこれなんか車の絵なんかも書いてあるし。うん。ドリフトしてる。ドリフトしてる感じでしょ。うん。ドリシャ屋さんです。ドリシャ屋さん。サイド X ジャパン。まあ名前はもう重々聞いたことありますけど、どこにあるんですかこの。日本。ですよね。まあなんとここ、はい、田村郡。はい、三春町にあります、はい、サイドエクジャパン、はい、すごいゴリゴリやってるところらしいですね。やってます、はい、で、まあ、ちょっとこう映させてもらうと、うん、いっぱい車ありますこれ、はい、ほらめちゃくちゃかっこいい、はい、でなぜここに来たかというと、あっち行ってるよ、はい、ちょっとあれだよあれあれもうかれこれ5ヶ月ぐらい放置してるあれですよ。あのなんか YouTube 一本しか作ってないね。一本しか作ってない。おかっこいいこのシルビア。やるぞって言ったままどうなったんだっていう、うん、やるぞやるぞです。はい、ということでお久しぶりです。はい、多分、YouTube だとまだ白じゃなかったと思います。はい、貼ってもらいました。あの頃はメッキでした。はい、剥がしました。とりあえず綺麗に剥がして、かれこれ5ヶ月くらい、うん、放置してね、ぶん投げました。一応、はいはい、切れ角アップちょっとしました、うん、なんかやってくれたらゆうきょうちゃんやってくれたらしいですね、うん、ちょっとしたよ切れ角アップ、うん、とそれちょっと言えば、ばそう、はい、まだ今じゃんじゃーん、でんてけてーん、油圧サイド、かっこいい、見た目もかっこいいですねこれ。こうなってさ、こう乗ってさ、ここにバケットがついてさ、うん、こうなるわけよ。わあ、いいですね。こういうなんか特殊なこう、まあ、作業というか、うん、もうできるのもサイドエクジャパンの魅力なんですよね。すごいですね。シートも作ったんですよ。シートオリジナル。どこれこれ用に。あ、見たいな。どっかにあるな。シートもある。まあ、それはおいおい。おいおい。はい、どう？これここで？これどう？ここで？久しぶりすぎてなんかちょっとワクワクする、うん、これを来年は走らせようと。そう、アフターコロナでね、やることいっぱいあるんですよ。ホイールもそう、皆さんこれセンターロックなん でフロントがですね 12J もあるんですよ。ハンドル切れるわけないじゃん。だから、まあ、9J ぐらいのホイールを、作ります。せっかくなんでオリジナルホイール作ります。ということでアリオスオリジナルホイールも今作ってます。準備してんすよね、はい、作ってます。なんとしかもセンターロックモデルなので、うん、だけど人気があれば5ケツの1ケツ4とか、まあ、よく出るサイズですね。作ろうかなと。の PCG を準備すると。スポーツホイールで18インチ。今ちょっと開発段階なんでね、まだデリバリーの日にちは決まってないですけど、うん、それでもすごいっすよね。2月ぐらいでできてくるよ。しオリジナルのアリオスホイール、うんうん、夢にまで見たホイールですよ。ドリシャどうこれ。ドリシャ、まあいいですけどね、うん、かっこいいんですけどね、うん、まだ課題がいっぱいあって、多分ベースもさ世界限定20台でこれバカだね。それをドリシャにしようっていう、もうGT カー好きな人から具の骨頂ですね、うん、絶対怒られるよね。絶対怒られる。でもそういうことをやるからこそ鈴木弘和なんで、うん、そういうことをやるからこそアリオスなので、はい、そんなもう世間の当たり前の目になんてもう屈しないでほしい。レーシングカーは尊敬してるから、ベース好きだから。まあそうですよね。レーシングカーをベースにすること安いものはないと思うもうずっと言ってますもんね。それはもうヒロさんの、こんなブレーキついてんだよ、ヒロさんの持論。こんなこんなブレーキってこれ、うん、オーリンズもついてるじゃん。でもダメだったら痩せずにしようかなみたいな。まあそれはさてそのうちで。はい、まあちょっといい感じですけどね。いい感じでしょ、うん、これ。皆さん覚えてますか？これ。あの超かっこいい倉庫で撮ってきた車。うん、ちょっとね、まあ、リメイク必要なんでフルラッピングもします。そう、フルラッピング。何色にするんでしたっけ？ピンク？デザイナー待ち。そう。デザイナー本物のデザイナーですよね。マジプロのデザイナー待ち。誰とコラボするかは内緒。内緒。でも超有名な人とコラボします。
今泉修斗でしたっけ。それオールベッドシュートだな。今泉オールベッドシュート。それは違うな。山梨出身の、まあでも本当ちょっとこれからワクワクですよね。ちょっとかっこいいな、やっぱりいざ見るとかっこいい。あの音がいいですよね。スポンサー募集してます。オールベッドシュートさんがスポンサーやってくれるそうです。なんかやるって言ってましたよ。すごい額くれると思います。かっこいいなこれ。知らせないね。でこれちなみにスライティーシャドウこれ、まあ、そうなんか今もうドリシャとしてはダメですよね。そうドリシャって言ったらもうタイヤピッと。それもまあオーダーなんでサイズが出せるんですよね。派手派手カラーにして、派手派手カラー。これで来年は走りたいなと思っております。エビスサーキットでドリフトしたりとか。そうでも一回なんか何グリップもやってみたくないですか。うーんできるかな。もうバラバラよ。もうできなくはないか。だってドライバー鈴木ひろかずですよ。やりません。そうなんかせっかくなんで、ね、その GT カーとしての使い方というか、うん、グリップも見てみたいなと思うんですよ。やりましょう。やりましょう。はい。ちょっと今後の展開に期待大なんですけどね。まあなるべく早くいろいろ進めて、来年の春先にはシェイクダウンできるように、うん、ちょっとサイドエクスジャパンのゆきおちゃんともコラボしながら、ゆきおちゃん頼ますということで。はい。はい、じゃあ、 あのホイールに関してもですね、ちょっとお問い合わせ等々お待ちしておりますので、はい。はい、ってことで今回はですね、はい、まあ、新ドリシャ企画ということで、はい、サイドエクスジャパンにて、やりますからだいぶ経ってからのこうなりました、ね、こうなりましたっていう中間はちょっとちょっとぜひ期待していただければと思います。はい、と、はい、いうことでサイドエクスジャパンよりお送りしました、はい、アリオスチャンネル、ありがとうございました。